仲良くじゃれ合うカワウソ家族。画面には5匹いるんですが、このうち子供は3匹。12月生まれの子供たち、すくすくと育ち、今月から両親と同じ場所で展示が始まりました。あれ、随分もう大きくなったんですね。しっかりしてますよね、うん、こちらが生まれたばかりの様子なんですが、ね、ちっちゃいですけど、こちらが今の子供たち、随分こう大人びたカワウソというんでしょうか、大きくなりましたね。顔つきがしっかりしてますよね、はい、とっても可愛らしいです。もうしっかり大人と同じサイズの魚も食べることができていますし、兄弟同士でじゃれ合ったり、お父さんお母さんと仲良く過ごす様子が観察できています。子供たちの名前は寒い時期に生まれたことから、ちくわ、しらたき、がんも来園者の投票で選ばれました。しかし顔がそっくりなおでん3兄弟、見分け方を飼育員の大内さんに聞きました。今岩の上に、一番上で木をゴソゴソしているのがオスのガンモですね。鼻は基本的にはほぼ茶色で、真ん中のあたりにピンク色の点があります。で、下顎のあたりにですね、黒い点々が最近増えてきてますね。他にもちくわは鼻の下半分がピンク色で、上半分が茶色。白滝はよく食べるため、他の2匹より体が大きいということです。なんでしょうこの表情、ね、見分け方癒されますよね違いあるんですね仲良しカワウソ家族に訪れた人もメロメロになります。なんか水におるところとかです。可愛かったね可愛かった。どんなところが可愛かった？お魚なんか撮ってた。熱心に撮影をしているこちらの男性、 SNS で徳山動物園のカワウソを見て、いても立ってもいられず、なんと名古屋から訪れたそうです。初めて見たんですけど、ちっちゃくて可愛いです。鳴き声も可愛いし、あと毛並みも結構ふわふわしてるので。暖かくなり、おでんの季節は終わりを迎えようとしていますが、ちくわ、しらたき、がんもの3兄弟、まだまだ成長を続けています。ぜひ徳山動物園でじっくり顔を見ながら、仲良し家族見守ってみてはいかがでしょうか。おでんがこう人間の心を温めてくれてますね。癒されますね、はい、ずっと見ていたいです。可愛らしいの上を行ってました